お、なんだ？女子会って書いてあるぞ。女子会って女の子たちが集まっておしゃべりしたりする会のことだよな。女子会って一体何が行われてるんだろう。詳しく見たことがないな。よーし、女子会の様子をこの窓から覗いてみよう。あー、女子会って楽しいね。むむ、そうだな、女子会楽しい。女子会といえば恋のお話よね。アーニャちゃんって好きな子いるの？あ、あいつの好きな人。アーニャ好きな人いっぱいいるぞ。まあ、アーニャちゃんたら恋大きい女。むむむむ、誰のことが好きかって、父と母とベッキーとボンドも好き。そういう好きじゃなくって恋の好きよ。ドキドキしたりとか、そういう男の子いないの？おう、あの子グッジョブ。それよくわかんないな。ねねちゃんは誰か好きな人いるのか？例えばしーちゃんとか。しーちゃんはまだちょっとお子様って感じかな。マサオくんとボーちゃんと風間くんもまだ私にとってはお子ちゃまね。そっか、ねねちゃんは大人なんだな。むむむ。ねねちゃんとかいうやつの声はどうでもいいから、あいつの好きな人を知りたい。ねずこちゃんはどうなの？善逸くんのことは好き？むむむむ。むん、そっか、善逸くんよりもお兄ちゃんの炭治郎くんの子とか好きなのね。確かに炭治郎くんって優しいもんね。でも、誰にでも優しい人は、自分だけに優しいとは限らないからな。そうよね。優しい人がいいけど、誰にでも優しい人はちょっと嫌よね。むむむむ。ああ、上司の話って意味わかんない。そういえば、アーニャちゃんってダミアンくんと噂になってない？ダミアンくんのことはどうなの？好きなの？わあ、またあの子いい質問してくれるな。俺様の部下にしたいくらいだ。次男のことか。次男は炭治郎と真逆で、なんか誰にも優しくないからな。いつも偉そうだし。じゃあ好きじゃないってこと？でもたまにアーニャに優しいから、その時は好きかな。ねねねねね。あら、恋に気づくまであとちょっとって感じね。おお、もっとあいつに優しくすればいいのか。次回から気をつけよう。へえ、いい情報も聞けたし、盗み見してるのもなんか悪いから帰るか。でも次男はたまに優しくていいことあるけど、それは100分の1ぐらいで、残りの99は意地悪だし、偉そうだし、なんだかケチくさいし、アーニャのことを睨んできたりするから、アーニャ好きじゃないかも。そう、意地悪な男の子は嫌よね、やっぱ。ねえ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 。ねえ、そろそろいい時間だからスイーツ食べに行かない？ねえねえねえ。スイーツ、甘いものか。パフェやケーキ食べたいぞ。行きましょう行きましょう。こうして女子会は大盛り上がりのまま終わりましたとさ。めでたしめでたし。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面で、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。